こちらは気温25度超えの石垣島。ロッテのキャンプを小高アナが現地取材。球場に入るとそこにいるのはキャッチボールをする佐々木朗希。佐々木投手、今背中を向けてボールを落としてから投げましたね。このキャッチボール、試合中の守備を意識したもので、あえてワンバウンドさせてからボールを投げているんです。基礎練習を終えると続けて行ったのは 1500m 走。残り1周になると、まさかの声かけに苦笑い。すると少しだけペースアップ。初日から精力的に汗を流しました。そして練習後、 1500m はちょっとラストスパートギアを上げるきっかけ何かあったんでしょうか。待ってる人たちに煽られたので、はい、頑張りました。チームスローガンが後ろにもありますが、自分たちを超えていくになりました。超えて行きたいこと、具体的にあれば教えてください。しっかり去年、一昨年の成績を、まずは超えられるようにしたいかなと思ってます。そしてこちらは、小久保新監督のもと指導したソフトバンク。この日の目玉メニューは、3分間全力で漕ぎ続けるバイクトレーニング。初日からの過酷な練習に選手たちは、4年ぶりのリーグ制覇へ早くもエンジン全開です。